BS110 度 CS 地上デジタル共用 B、CAS カード BCAS とは、BS コンディショナルアクセスシステムズ社が提供する限定受信方式、または同機能を実現するために受信機に設置する IC カードのこと。電波産業界の標準規格、技術資料において限定受信方式と定義されており、一般にアリブ限定受信方式とも呼ばれる。 関連する方式として、地上デジタル放送に限って、地上放送、RMP 管理センターが運用するコンテンツ、権利保護専用方式があり、上述の標準規格、技術資料において、コンテンツ保護方式と定義される。BCAS 方式は、日本の BS デジタル放送の有料放送受信者を、対象とする競技の限定受信システムとしてスタートし、 現在も社名に BS を冠する。その後、BS デジタル放送以外にも利用され、デジタル放送におけるデジタル著作権管理の一部として、正規の機器を認証する講義の限定受信方式としても利用されている。BCAS による限定受信システムは BS コンディショナルアクセスシステムズによって開発された。 2000年12月1日、BS デジタル放送が開始された際に、有料放送契約者を対象として運用開始された。その後、110度 CS デジタル放送の有料放送、NHKBS 放送にも採用された。2004年、BS デジタル放送の無料放送に、著作権保護が目的とされるコピー制御が導入された。際、 コピーガード制御信号を7月より、ダビング10も、併用とともに、CCI の実効性を担保する、限定受信方式として、デジタル著作権管理の一部の形で、BS デジタル放送、地上デジタル放送、110度 CS デジタル放送に、広く採用されることとなった。BS デジタル110度 CS デジタル放送に、関しては、日本周辺諸国へ、 衛星からのスピルオーバーによる視聴、録画等を防ぐ目的も持っている。この限定受信の方式は BCAS 方式と呼ばれ、日本のデジタル放送における著作権保護に利用されている。2009年11月からは、プラグインシム形状のミニ B、CAS カードの運用が始まった。加えて、2011年9月に東芝から発売された。 デスクトップパソコン、ダイナブックレグザ PCD731 シリーズでは赤色ミニ B-CAS カードが導入された。ミニ B-CAS カードは東芝製テレビレグザに実装されていたが、2015年発表の通常ハイビジョンモデル J10 から通常の B-CAS カードの添付に変更されており、結局はミニ B CAS カードが小型のテレビや PC、同時録画数の特に多い機器以外には採用されなく、なる可能性がある。2000年12月1日に BS デジタル放送、2002年3月1日に110度 CS デジタル放送、そして2003年12月1日に、地上デジタル放送がそれぞれ開始された。当初から現在に至るまで、BCAS は、 有料放送であるアウアウト、スカパーの CAS として利用されている。なお、有料放送はカードに対しての解除信号が送られているためカードを差し替えることで利用できる機器を切り替えることができる。開始当初、限定受信は有料放送が対象であり、コピー制御も有料放送を除いて行われていなかったが、東京の主婦が録画した。 BS デジタル放送のスマップスマップを録画した DVHS テープがインターネットオークションに出品される著作権侵害があったとするハリウッド系資本の放送事業者の主張により技術エンスロ委員会で問題視され2004年4月5日からは有料放送、無料放送を問わず著作権保護が目的であるとするコピーガード制御が開始された ラジオ放送の一部や110度 CS デジタル放送、特に広告を目的とした、テレビショッピングチャンネルなど無料番組の一部においては、コピー制御、限定受信の一方、または、両方が行われない番組もある。この制御の実効性を担保する手段として、BCS の限定受信が応用され、これらは、デジタル著作権管理として機能することとなった。 BCAS 方式によるデジタル放送は動画データにコピー制御信号を加えた上で暗号化して送信される。視聴する際は BCAS カードに格納されている暗号鍵を用いて複合し複合されたデータは CCI に忠実に取り扱われる。これにより BCAS 方式の限定受信の行われている放送番組では 社団法人電波産業界と BCAS 社に認証され B-CAS カードが発行されたチューナーに B-CAS カードを挿入することが必須になり、それ以外の手段では視聴不可能となった。B-CAS カードを使用する受信機には特定条件に一致した場合に放送局からのお知らせを目的とした文言を画面に表示する自動表示メッセージと呼ばれる機能がある。 NHK の衛星放送においては、ユーザー登録を行わないまま BS デジタル放送を視聴すると、この機能を利用したユーザー登録のお知らせと表示され、NHK 受信料の納付を目的とした画面が常時現れる。なお、地上デジタルテレビ放送では、ユーザー登録をしなくとも、画面上にユーザー登録のお知らせは表示されない。 BCAS 方式による放送では、デジタル技術を用いた、録画機器と一部アナログ録画機器での番組の録画、および暗号化はされていないが、録画に、様々な制限がかかる。BCAS とコピーワンス、DVD レコーダー、DVD レコーダーと、コピー制御の関係の項などを参照。これは、録画機器メーカーであり、ブルーレイディスクの提案者であり、同時に、 権利者でもあったソニーが提案、皇族メーカーはそれに従う形で実装した。発端となった技術演出の委員会の委員長は簡単に破られるだろう。ハッカーは歓迎だ。BS が普及することは良いことだと述べたが、実際に突破されて崩壊するまで10年近くを要し、その間ユーザーは不満を募らせ、その怒りを BCAS 社に向けた。しかしそれは、 厳密には誤りであり、権利者が希望もしないのに、過剰なアクセス制限を自主規制の形で実装した受信機メーカー業界の本質であることに長らくして気づく。B.C.A.S. カードは BC.A.S. 社が発行する接触式 IC カードでありぶと BC.A.S. 社に認証されたデジタル放送受信機に同梱して配布され、受信機に挿入して使用する。 B.CAS カードの IC チップ内部にはカードごとに固有の ID 番号と暗号鍵が格納されている。B.CAS カード単位で受信契約情報が記録されているため NHK の衛星放送受信契約や有料放送の視聴契約等の情報が記録されているカードを差し替えることにより別のデジタル放送受信機でも 同様の視聴や録画が可能となっている。このため、デジタル放送受信機を買い替えた際にも従来、使用していた B、CAS カードを指すことにより、新しい受信機でも買い替え前同様の視聴や録画が可能である。逆に言えば、新しく買い替えたからといって、従来のカードが使用できる状態であれば、改めて契約をし直す必要はない。B、CAS カードは、 赤カード、青カード CATV 専用カードの3種類が一般的に知られている。家電量販店に行けば、店頭展示テレビに挿入されている、店舗用 B、CAS カードも見受けられる。赤カードは BSCS110 度、地上のデジタル放送3波共用カードである。青カードは地上デジタル放送専用カードである。BS および110度 CS は、 受信可能であるが、CS の有料番組の契約はできない。地上デジタル特別内蔵用カードは、屋外仕様の使用や防水仕様などの受信の場合、着脱が難しいため出荷段階から、挿入済みとされる。12セグの視聴が可能なカーナビゲーションや、USB 型受信機等にシムカードサイズのミニ B、CS カードも発行されている。その他、 白カード、黄色カード、黒カードなど限られた用途の B、CAS カードも存在するが、一般視聴者が目にすることは、あまりない。これらのカードは、ネットオークションに出品されることもあるが、同社は契約違反であるとして問題視している。B、CAS カードの転売や上渡については、BCAS 社は、カード所有権は自社にあるとして転売などを認めていない。 転売すると著作権法違反で逮捕される。カード単体での発売も行われておらず、故障や紛失した際には、BCAS 社のカスタマーセンターに申し込むことで、1枚、あたり送料込み2050円で再発行される。雑誌、週刊ポストの報道では、毎年の発行枚数と、売上げから計算すると、BCAS 社にとっては1枚600円前後の、 ビジネスと推測されている。メーカーの仕入れ値については、1枚あたり100円程度で、あることが2013年の B.C.A.S. カード横流し事件の際に報じられた。B.C.A.S. 社は、デジタル放送推進協会と契約を交わし、アリブ企画に準拠して著作権保護機能を遵守する、メーカーの機器にカードを支給していると述べている。シュリンクラップ契約にて締結される。 使用許諾契約約款では B.C.A.S. カードの所有権は株式会社 B.S. コンディショナルアクセスシステムズに帰属するとされている。カード裏面の右下の文字が T で始まるものは東芝製、M で始まるものはパナソニック製。セルレグザには8チャンネル同時視聴を可能とするため B.C.A.S. カードが6枚挿入されている。当初1枚の B。 CAS カードでデコードできる放送は制度上2チャンネル分に限定され録画機能を充実させるために3チャンネル以上受信対応させた機種の場合複数枚の B、CAS カードが必要になり受信装置のコストアップの一因になっていた。地事前チャンネル録画に対応した東芝のセルレグザではその他の録画や実際の視聴のために計6枚の B、 CAS カードを搭載した。その他、カード単位で契約が管理されているため、受信機が複数ある場合放送にチャンネル分以下でも、契約の共有ができない問題もある。ある有料チャンネルを、カード1枚分のみ契約した場合、テレビとレコーダーが、別々の場合は見るときはテレビに、録画するときはレコーダーにというように、カードの差し替えが必要となる。 バックドアの存在2015年までに発行された B-CAS カードの過半数にカードに書き込まれた情報が平文で読み書きできるバックドアが存在する。最初に明らかにされた東芝製 B-CAS カードは東芝製品にしか付属しないため流通数は全体からすると少ない。なお B-CAS カードから バックドアへのアクセスプログラムは早期に削除された。しかし、残る他社カードや設計の異なるカードでも、バックドアプログラムを B-CAS カードに再プログラムできることが判明。2012年、バックドアを持つ B-CAS カードのセキュリティが突破される。この時、B-CAS カードにはお試し。 視聴期間として受信開始から1週間だけ全ての有料チャンネルが視聴できる機能があった。すなわち、本来暗号化された M メッセージで書き込まれるはずのワークキーがあらかじめカードに平文で書き込んであり、バックドア経由ですべての鍵が取り出され、また契約者情報を任意に変更できる状態にあった。 これが口述の不正主張問題と DRM としての実効性の破綻につながった。この影響により2020年現在も B-CAS 社の公式トップページは不正主張に対する警告の文言で埋め尽くされたものものしい状態になっている。コンテンツ保護の問題 B-CAS 方式はかねてより B-CAS カードそのものを悪用する不正コピーには 対応できない可能性が指摘されていた。2007年10月25日、すでに発行された B-CAS カードを流用した上で、コピー制御信号を無視することを前提とした、地上、BS デジタルチューナーのフリーオが発売された。フリーオ発売以降も、複数のアリブ非準拠チューナーが発売されており、実質的に DRM が機能しているとは言い難い。また、 2020年前半にフリーオの製造元が今度は新型コロナウイルスの流行が収束し次第 4K8K 放送のアリブ非準拠チューナーを発売する趣旨のプレリリースをホームページに掲載しておりこのような物騒な状態は後継システムの ACAS にも及びつつある限定受信システムの問題フリーを発売以降 スクランブルされたストリームのデコードに必要なキーをインターネット経由で共有する手段が実用化され、シデジマン氏対策衛星放送や無料民放放送などが視聴可能となった。2012年には BCAS 社が発行したものでないサードパーティー製の海賊版 B-CAS カードが出回り、その後 B-CAS カードを改ざんする手法も明らかになり、 放送限定受信システムとしての機能を果たさなくなった。本件は刑事事件として逮捕者が出る事態となっている。2012年5月19日に BCAS のデータを書き換え、放送事業者に料金を支払わずに有料番組を視聴できる方法がインターネットで出回っていることが分かった。総務省がコンテンツ保護の観点から有識事態。B CAS システムの開廃につながりかねない問題として調査に乗り出したと報道された。同記事では、不正 B, CAS カードは、海賊版カードが数ヶ月前から出回っていた。今回、インターネット上で出回った方法は、パソコンを用いて正規の B, CAS カードを書き換える方法としている。衛星放送のスカパー j サットとワウワウも不正利用に対し、 損害賠償を含めた法的措置を取るとの見解を発表している。2012年6月には不正な B、CAS カードを販売した43歳の男性が不正競争防止法違反で逮捕され、同年10月に有罪判決が言い渡された。さらに2013年7月には埼玉市在住の会社員らが有料放送の視聴料を支払わないで見られるように、 採掘した不正 B-CAS カードを放送局などに無断で制作、販売した疑いで逮捕された事例がある。この会社員らは不正 B-CAS カード6000枚を売りさばき1億3000万円以上の稼ぎを得たと言われている。2014年8月には台湾で 日本向けのインターネット通販を利用して、有料放送局に、無断で不正 BCAS を売ることを目的に、BCAS のデータを無料で見られるように、書き換えたとして、現地の30から40代の2人が摘発された。彼らが作成、販売した不正カードは、スカパー。やワウワウ、ケーブルテレビでの正規視聴契約ならば、月総額で5万円程度かかるところを、 2038年まで無料で見られるように不法改造され1枚1万円程度で通販され摘発の際に約1万千枚が押収されたこのサイトによると2012年頃からこの不正 B-CAS カードを製造発売しており衛星のセーフティネットを含めた BSCS のチャンネルを放送事業者に 加入手続きをすることなく、半永久的に主張できると謳っていた。さらに、このカードは、自己完結タイプであり、一旦、IC チップに使用許可が書き込まれると、外部からのコマンドを受けて、勝手に変更することができません。放送事業者が、カードのナンバーを知らなければ、カードの無効化はできません。言い換えると、どの機器に使われても、放送事業者に把握されることは、 不可能ですとする説明が書かれていた。またミニ BCAS に対応するため、抜き取りができるようになっていた。さらにこのサイトは、ハビー CAS 株式会社に買収されました。のご注文方法について、商品のご購入のページをご覧ください。偽物サイトにご注意ください。偽物サイトと買うと、詐欺に合う恐れがありますので、くれぐれもご注意ください。 などとした注釈をサイトに掲載していた。もちろんこれは BCAS を管理する BS コンディショナルアクセスシステムズとは全く関係がないため BCAS 社は当社に買収されたという掲載がありますがそのような事実は一切ありません。有料放送を無料で見られるなどというアニーな気持ちで不正カードを購入使用すると刑事罰の対象になりますので 絶対に使用はもちろん購入しないようにしてくださいと警告を掲載した。この事件を受けて BCAS 社、スカパー j サット、スターチャンネル、ワウワウの有料衛星放送事業者3社の合計4社から東京税関に対して申し立てていたこのニセ BE、CAS カード、ブラック CAS と不正 BCAS の輸入差し止めの申し立てが受理され今後は 日本国内の全税間で輸入した場合の没収などの取り締まりの規制対象に追加された。これは不正競争防止法第2条第1項第11号に規定される技術的制限手段を回避する知的財産侵害品とみなされる。この知的財産侵害品と扱われたものは関税法第69条の11輸入しては ならない貨物の扱いとされ、輸入した場合は税関に押収される。こうした事件に便乗して、ブラック CAS カードの類似品を、スパムメールなどを送って売り付けた上で、購入する、胸のメールなどを送ると、今度は警察になりすまして、示談金などの振り込みを要求する架空請求も、横行している。この後しばらく、不正改造 B、 CAS カードの販売事件は報道されなかったが、2020年春、航海の途中の空き時間が多くなる貨物船や、クレーン船といった船舶の乗組員に客層を絞り、比較的現行犯逮捕の難しい会場で、今なお不正解像 B、CAS カードが販売されている状況が、報道された。2012年5月23日午前6時37分。 バックドアを経て、リバースエンジニアリングされた B-CAS プログラムをもとに、B-CAS をエミュレーションするソフトウェアである、ソフトカスが発表された。このプログラムをインストールすると、あたかも B-CAS カードが存在するように振る舞い、DRM 解除や、限定受信システム回避のために違法な B-CAS カードの改ざんも、またカードそのものの装着も不要となる。 本プログラムの存在は Google がプログラムの場所を削除させることによって隠蔽された。しかし、コンピュータプログラムはソースコードと共に流出。現在はアイランに存在する t o による匿名サーバによって公開され、2015年現在もメンテナンスされている。なお、これはあくまでプログラムであって IC カードではないので、B。 キャスカードの物理的挿入を必須とするほとんどの DB や録画機におけるコピーガード並びに有料放送の視聴制御にはそれほど影響がない。総務省のデジタルコンテンツの流通の促進等に関する検討委員会は2008年9月26日、地上デジタル放送の BCAS を見直すことを決めた。 同委員会では見直し案として、といったものが中心に検討された。最終的に、市場デジタル放送については、ソフトウェア制御による CAS の運用を行う、団体として、一般社団法人地上放送、RMP 管理センターが2011年6月に、設立され、2011年12月6日、BCAS 方式によらないコンテンツ権利保護。 専用方式である TRMP が提唱された。TRMP では、コンテンツ保護方式に関わる審査、情報提供、リボケーションを管理し、主要地上デジタル放送局のほぼすべてが参加した。その後、2012年7月より、段階的に導入。これにより、BCAS 用、カードスロットのためのスペースの確保が困難な、スマートフォンなどによる、 フルセグメントハイビジョン視聴が可能となり、実際に実装した機器が発売されているほか、サイズ上の制約の比較的小さいカーナビでも、コストダウンと接触不良による、故障の削減などの目的で採用されている。ただこれらの見直しは、従来型の BCAS も新方式と、並行運用する形であるため、あくまで地上デジタル放送に対するものに留まっており、 BS デジタル放送や c s 放送も含めた形での BCAS の見直しは2011年現在も進んでいない。2009年11月9日に BS コンディショナルアクセスシステムズはチレジ専用 B-CAS カードのユーザー登録制度を2011年3月末で廃止すると発表した。2010年7月5日に BS コンディショナルアクセスシステムズはすべての B, CAS カードのユーザー登録を廃止すると発表した。廃止後はそれまでに収集した個人情報は速やかに消去するとしている。しかし収集した個人情報が確実に消去され、かつ他の第三者に漏えいしていないかどうかについて実質的な監査を行う法制度は 発表時点で存在していない。2011年4月、同社はユーザー登録を廃止したことを発表した。民放系 BS デジタル放送5社が視聴率測定の代わりに言っている BS パワー調査など、従来本個人情報を利用して行われていた調査等については調査方法の変更等を余儀なくされている。2012年5月18日、 トレンドマイクロ社の情報によると B, CAS カードを不正改ざんするコンピュータプログラムをマルウェア、HKTL リスリームと認定しこれをプログラムはユーザーの手動インストールによりコンピュータに侵入しプログラムは特定のスマートカードの内容を上書きする機能を備えており特定の有料テレビ放送へ無制限なアクセスを可能にしますとしている これが BCAS 社の技術的対策の一環であるかは不明であるがトレンドマイクロ社のセキュリティソフトを導入している場合不正改ざんは不可能となる他社のセキュリティソフトウェアで同様の対応が取られているかは不明であるがマイクロソフト Windows 製品の Windows Defender Security Essence ではこれらの措置は2014年3月現在行われていない 報道によると、不正改ざんプログラムを提供したものを立憲と説明するメディアもあるが、実際には、不正改ざんデータの配布で、不正改ざんプログラムそのものを開発、公開したものの特定、立憲は2014年現在も実現していない。2012年6月20日に成立した改正著作権法により、指摘使用目的であっても、暗号方式による、 技術的保護手段の回避により可能となった複製を、その事実を知りながら行う場合には、民事上違法となることとなった。このほか、暗号方式が、技術的保護手段の対象に加わることにより、第120条の2第1号において、暗号方式による、技術的保護手段の回避を可能とする装置または、プログラムの譲渡等を行ったものは、3年以下の、 懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを閉化することとなった。これに伴い、これまで暗号化解除手段を開発、提供していたコミュニティサイトは、著しく縮題消滅し、オープンソース等で公開されていたコンピュータプログラムは、過去のリビジョンを残して試行後のリビジョンから暗号化解除に関するコードを削除した。ただし、 これらのコンピュータソフトウェアのフレームワークはあらゆるオペレーティングシステムで既に完成していたため罪に対する法の不足球は行えず施行前に完成公開されていたコンピュータプログラムはそのままインターネットのサーバー上に残ることとなった2012年8月30日に共同通信は有料デジタル放送の事業者が有料放送を無料で見られる不正カードは 事業の存続に影響があるとして、警察の取り締まりに期待するだけでなく、自分たちも不正カードの対策をした、新しい B-CAS カードを配布して、対応していく予定であると報道した。実際には、コストの制約から各家庭などの広範囲を、対象とした B-CAS カードの交換は実施されず、電化製品の小売店などの展示品や、 有料放送のデモンストレーション用のテレビに挿入するカードのみをバックドアのないカードに交換し一般家庭のテレビや録画機等に添付したり故障などにより再発行される B、CAS カードも2015年頃の発行分より同様のセキュリティに注意を払ったカードに変更されたこの変更はカードの ID にも明示的に反映されているこれに加えて セキュリティ強化カードにワウワウとスカパースターチャネルが作成した新しいキロワットをあらかじめ書き込んだ状態で2014年4月頃より配布を開始その後契約者に新キロワットを配信し終えて以降の2015年2月18日にワウワウは KS で新しいキロワットを選択し従来のキロワットでは放送をデコードできないようにした これによりあらかじめ新カードに交換、あるいは契約者として、新しいキロワットを受信した B、CAS カードを使用している場合以外は、ワウワウの主張ができなくなった。その後、ワウワウの後を追って、同年6月15日にスターチャンネル、その翌日にはスカパーが、相次いで、KS で、新しいキロワットを選択し、ワウワウと同様に、9キロワットのみを持つ B。 CAS カードでは、視聴が不可能になった。しかし、以前キロメートルで暗号化されている M メッセージが、バックドア付き B、CAS カードによって、平文として解読可能であるため、この対応は、いたちごっこであり、根本的な解決法ではない。しかし IC カードを直接書き換える技術のない、ものによる、カジュアルな不正視聴対策や、 実験と称していったがそれ以降主張せず改ざんに必要な道具を破棄した場合などの再主張の抑制不正改造済みの BCAS の売買を抑制する効果はあったその後も各社ほぼ1年半ごとにキロワットの切り替えを行っている2013年4月16日全地上テレビ放送局の運用テストがスケジュール通り完了し 同時に、リファレンス実装となる機器の発売が決定。BCAS 方式と並行して運用する、サイマルクリプト方式による、コンテンツ権利保護専用方式の運用が始まった。これに伴い、南方式以外の地上デジタル放送受信機での、BCAS カードの運用、添付は、段階的に終了し、また、南方式でも、 地上デジタル放送の受信には B-CAS カードを使用しない方向での運用が確定する。2013年5月9日 B-CAS 社は B-CAS カードを不正改ざんし第三者に譲渡したなどの行為で有罪判決が確定している二人に対して不正改ざん事件では初めてとなる損害賠償の支払いを求める民事訴訟を 東京地方裁判所に提起した。同日、株式会社ワウワウ、株式会社スターチャンネル、スカパー J サット株式会社の3社も同様の訴訟を提起している。同年7月8日と同月31日に被告欠席により BCAS 社側の主張が認められ請求を全面的に認める判決が言い渡された。2014年2月20日、B CAS カード発行費用を負担する、有料放送事業者のスカパー j サットとスターチャンネル、ワウワウの3社は、有料放送を無料で視聴できるように、不正改ざんした B、CAS カードを第三者に販売した3人に対し、2月20日に民事訴訟を東京地方裁判所へ提起。損害賠償として3億2590万9127円の、 支払いを求めた。5000枚以上を不正に改ざん、販売したことは悪質であり、懲罰的罰金とも言える、超高額訴訟を提起するに至った。また、スカパーカスタマーセンターの説明によると、本事案で関係した購入者5000人の購入情報はすでに警視庁より入手しており、およそ1人当たり500万円前後の著作権侵害における、 損害賠償請求を提起するとしている。デジコン委員会の第五次答申では消費者や権利者の立場から BCAS について様々な指摘が行われたことを理由に BCAS 見直しの方向を打ち出している。元 NHK 職員で経済学者である池田忍部は2008年9月26日に BCAS 見直しが決定した際に BCAS の廃止が事実上決まったと述べたが、実際に廃止が決まったわけではなく、見直しが決まっただけである。放送局、権利者団体の意向に沿っていた、デジコミ委員会において、BCAS 見直しの流れとなった原因としては、インターネット上での圧倒的な BCAS、反対意見があり、これを受けた公正取引委員会が、独占禁止法違反の容疑で、 BCAS 社などの事情聴取に乗り出したことが原因だったとも述べた。ACAS は一般社団法人新 CAS 協議会によって開発、策定された 4K8K テレビ放送用の限定受信方式、または同機能を実現するために受信機に内蔵されているチップである。2014年5月 NHK 放送技術研究所は 一般公開イベント、技研公開2014で、次世代 CAS 技術の研究成果を公表した。2015年4月、NHK、ワウワウ、スターチャンネル、スカパー JSAT の4社は 4K、8K テレビ、放送用の次世代 CAS 技術として、新しい方式の開発に着手。その後、同年10月にこの4社を社員とした。 一般社団法人新 CAS 協議会が発足し、以後の次世代 CAS の開発、策定主体となった。次世代 CAS 技術は、2018年7月に ACAS として開発を完了し、10月より搭載機器が発売されている。ACAS は、海賊版や改ざんカードによる不正な主張が問題となった BCAS のカード形態とは異なり、 約5、6、1mm の大きさの内蔵型チップとなっており、また基本的には BCAS をベースにしつつも暗号鍵を 64bit から 128bit にまたダウンロード機能が追加されている。BCAS をベースとしたことで開発期間の短縮を実現でき、また 4K、8K テレビ放送だけではなく、 従来の地デジ BS110 度 CS 放送の限定受信にも対応している。ありがとうございます。